拙者フライヤーちゃんスコスコ侍でございます。こんにちは、獣の阿弥陀と申します。よろしくお願いします。あのですね、めちゃくちゃ語りたいことがあるんですよ。あ、ちょ、フライヤーちゃんのいいところに止めていいですか。あ、ここいいね。あ、もうちょい行ってみようか、フライヤーちゃん。もうちょい先行こう。あのね、今日見た夢の話をさせてほしい。あの、面白くはないです。はい。別になんかオチがあるとか、なんかギャグ的な、コメディ的なっていう、そういう話ではないんですけど、ここちょうどいいんで、フライヤーちゃんこのまま、ちょっとストップ。そう、あの、フライヤーちゃんに関する夢を見たんですよ。あの、何度も言ってる通り、オチはないです。面白くもない。ただね、僕はもうね、興奮しすぎて今日の、もうね、なんだろ、一日ね、マジであの時の夢を思い出すためにね、すごいね、感動してしまったんですよ。あ、今から語りますね、はい。あのですね、なんというか、モンスターハンターみたいな夢を見たんですね。で、世界観は結構バーチャルな感じだったから、ファンタシースターみたいなサイバー的な感じで、モンスターを狩るみたいな、そんな話だったんですよ。その夢で。で、僕とあと友達が6人ぐらいで、あのなんか、知ってる顔の人たちが6人ぐらいいたのと、あとフライヤーちゃんがいたんですよ、そこで。そう。だから合計8人のチームで、なんか雲みたいなね、モンスター飼ってたんですよ。そいつはね、デジモンのインフェルモンと、あとね、ポケモンのあれは、なんだっけ、あ、アリゲイツかな？ちょっと、ポケモンが怪しいな、ちょっと待ってくださいね。いや、多分アリゲイツだと思うんだけど、まあそういう雲型のね、やつ。そう。この2体を足して2で割ったような感じの魔物を飼ってたんですよ。ちょっと大きかった。あのね、まあ顔とか胴体あたりはね、インフェルモンみたいだったんだけど、足がね、結構鋭利だったから、そういう点ではポケモンのアリゲイツだったかなっていう、そういうね、怪物を退治してたんですよ。モンスターハンターよろしく、なんか飼ってたんですけど、で、僕の特殊能力なんか知んないけど、あのね、まあなんか僕は死んだり生き返るような感じだったんですよ。僕はね、そう。多分僕だけなんだよ、なんか。っていうのがありまして、はい。まあ、そのね、雲みたいなやつを、あとちょっととこだったんですけど、僕は不意をつかれて、後ろから、あの、エイリーの足で刺されてしまいまして、で、それでね、ちょっとリスポーン地点に戻ってしまったんですよ。僕その時ね、そう、僕がいないと、やべえ、パーティー全滅するみたいな感じを思ったから、多分僕が結構強かったんですよ。多分僕とフライヤーちゃんが強かった、多分ね。そう。で、急いでダッシュで場所に戻ったら、そう。まあ、あとちょっとだったっていうのがあったんですね。そう。あとちょっとで倒せたってとこだったんですけど、やっぱ、あっちも瀕死の中ですごい、最後のね、そう、力を振り絞ってさ、抵抗してきたからか知んないけど、まあ、ギリギリ倒せたらしいんですよ。そう。で、そしたらさ、そう、フライヤーちゃんがめっちゃぐったりしてたんですよ。フライヤーちゃんぐったりしててさ、もう瀕死だった、フライヤーちゃんも。もう僕びっくりしちゃった、もう。やっぱ仲間が傷ついてると、僕どうやらもう無我夢中で走ってしまうような感じだったんですね。フライちゃんもとにさっそと駆け寄って、で、みんなに、フライの調子はどうなんだみたいな、フライ大丈夫なんかみたいな感じで、みんな無言で、そう、悲しい表情してるから、めっちゃ僕焦って、そう、フライちゃん呼吸しなかったんですよ。そう、口のところに手を当ててみたら全然息が返ってこないから、やべえと思って、ちょっとほっぺペプチンとかなんか、ちょっとペシペシってやってたら、ちょっと呼吸が、ちょっとじゃあ過呼吸というか、すごい弱々しい呼吸だけど、フライちゃんが呼吸返してきてくれて、あ、生きてるフライちゃんやったぜみたいな感じになったんですよ、はい。で、その時の僕の行動はね、ちゃんとしてたんですよ、はい。あのね、友達と一緒に回し飲みしてた残り物の水を、ちょっとでもなんか、こう回復させるために水飲ませなきゃみたいな感じで、さっそとあの、水の元へ駆け寄って、さっさと水持ってきて、フライちゃんにあげるみたいな感じをしたりとかで、僕ね、すごいね、仲間思いなね、行動したんですよ、夢の中で。そう、僕それが感動して、まあ、とりあえず話の流れとか、夢の流れまで最後行って、いろいろと語りますね、考察的な部分を。で、まあ、フライちゃんの元に水を届けに行ったら、あの友達が揉めてるからさ、そのことで。だから他のね、人たちに、フライヤー頼んだっていうことで水を渡して、僕はそのね、揉めてる人たちのとこ行ったんですよ。で、なんで揉めてるかって言ったら、このご時世で回し飲みをしてる水を人にあげるなんてとか、そういう部分があったんですよ。一人はそれでブチギレてて、もう一人は、いや、そんなこと言ってらんねえだろみたいな感じでブチギレて、そういや、もう、どっちも正しいなみたいな感じだったんですよ。なんかコロナのご時世みたいなのがね、反映されてる世界観だったから、そういうなんか、物の回し飲みがすごいね、敏感でしたね。で、僕そこね、ちゃんとね、両者の意見をね、据えたんですよ。まず、そう、確かにね、このご時世で、
回し飲みした水をね、あの瀕死のフライちゃんあげるのはね、おかし間違ったかもしんねえって。けど真相になってるフライちゃんを見てたら、もうまずは何かしなきゃだろっていう部分もあって、でなんかしなきゃ、僕頭が裂いたかしんないけど、このパーティーメンバーの誰かコロナにかかってる可能性はかなり万が一の確率だから、その多分大丈夫だし、仮にこれで何かね、フライちゃんが何かかかっても、その時はその時考えようみたいな。今はフライちゃんのね、この人命優先だみたいな部分で、そう、だから僕両者の意見汲み取ったんですよ。そう、確かに回し飲みっていうものを、あの瀕死のフライちゃんあげたのは、いかがなものだったかとは思うけど、けど緊急事態っていう部分だからあげるしかないみたいな。そして多分時勢は時勢だけど、まだ俺たちが全員、ね、コロナかかってるとか可能性、誰かがコロナかかってる可能性は、かなり低いと見てるから、まだワンチャンあるし、なったらその後考えようみたいな感じで、でフライちゃんを見守りながら、その夢が覚めて朝5時に起きました。はい、もう二度寝しましたけどね。あのね、その夢の何がね、そう、僕ねすごい感動してるかってね、まあ、フライちゃんやっぱり起きた後ねエッチだったなって思いましたね。はい、あ、超ぐったりした瀕死のフライちゃんね見てたらね、すごく今思うとそそるなと思ったんですけど、夢の中の僕もそうじゃないんですよ。もう仲間を大切に、フライちゃんとかじゃなくて仲間を大切にしたから、瀕死のフライちゃんに対しても僕がそういうムラムラとか何もなしで大丈夫かみたいな、もうガチ心配でフライちゃん持って行ったんですよ。もうまずそこがもう僕すごいなと思った、自分で言うのもなんだけど。で、そう、さらにさっそとこう臨機応変に呼吸してるかとか、ちょっとね、レスポンス見るかみたいな感じで、フライちゃんの体揺さぶりさしたりとか、そういう部分もなんかしっかりと緊急対応として適してるし、で、かすかに呼吸があったところで、何か少しでもこう、回復するものをね、口に入れなければってことで、さっそと水を思い出して持ってくるのも、聞き手も聞いてたし、その後揉めてる友人二人を、なんか両者の意見を尊重した上で、自分なりの意見を言うっていう部分で、僕すごい頭下げてたんですよ。はい。夢の中ってすごい理性が、壊れて、特に僕はあのフリーターの時期とかすごいやっぱ人生辛かった部分があって、ブチギレる夢と大泣きする夢とか見て、まあ要はそんぐらい理性がぶち壊れるんですよ。現実じゃありえねえんだよ。現実じゃそんな大声とか大泣きするなんてありえないけど、夢の中でついついしちゃうんだけど、そんな感じで夢の中と僕理性がない中で、僕はマジでフライちゃんのためだけ、仲間のためだけに、そう適した行動をするっていう、そういうことをしたんですよ。はい、なんかそれが嬉しかった。あ、僕そういうことできるんだみたいな感じでね、感動しまった自分で。そう、夢を見終わった後にそう、フライちゃんと会えたことも嬉しいんだけど、もう僕獣としてフライちゃんどうこうとか夢の中で思うよりも、瀕死のフライちゃん見て助けなきゃって思ったところで、僕はうん、やっぱなんか僕は人のことを覚えるんだなってつくづく感じましたっていうね、そうっていうね、しょうもない夢だとは思うんですけど、ちょっとあの自分我ながらちょっとやるやんと思ってしまったっていう話でした。じゃあフライちゃんがジャベリ持ったし、くらい夢の話終わり長くなっちゃったけどすまねえ。これね、もうマジどうしても語りたかったよ。いやマジだって起点聞きすぎでしょ。うん、超起点聞いてたよ。ここもやられてる。フライヤー、この様子じゃブルメシアオの命はきっと、ブルメシアオ一番下ねえな。声をかけるだ、フライちゃん。そうだ、夢の中だって僕はね、フライちゃんを気にかけた。自他お前も気にかけるんだ。なんて言ったらいいか分かんないけど、フライの気持ちを10分の1でも分かち合えたらと思うよ。お前自他こんな優しい性格でよく盗賊やってたな。もうちょい声かけるか。あ、これ同じだったわ。じゃあそっとしておこう、フライちゃん。ベビ、ちょっとあっちへ行こうか。なに、フライヤーフライちゃんと別れそうない。うわ、オッケー、早く登りますが、そんな遠くに行ける。登れって言ったって俺たちフライヤーほど簡単に登れやしないで。フライヤーちゃん離脱したクソは。こっから登ってみるか。あ、意外と自体もできるの。ビビ君無理だろ。おい、お前も登ってこいよ。難しいよ。だよねー。やっぱりダメか。いや、どっかから隙間を見つけて入ってこいよ。じゃあ俺は登っていくぜ。お前、ビビ君置いてくね。お前、ここに連れてきたら責任を取れ、自体。フライちゃん、よしっていう感じでね、まあもう僕夢の話、おおおばはん、まあ、そんな感じなんですわ。この話をどうしてもしたくてね、意地でも今日今夜中に収録してます。ブラネ女王、マジやっぱブルメシア狙ってたの。あの左に立ってるやつ、アレクサンドリアの女将軍ビアトリクスだな。
ベアトリックスめっちゃ見づるやん。お、ベアトリックスなんか知ってる？お、これなんかあれか、フライちゃんと彼氏の話か。フライヤスに苦しげる。夢の中に出会ったフライちゃんは、いや今日ワンちゃん寝取られあるから、ワンちゃんあるからフライちゃんは。エロい探す、大体攻めが自体になったりモブになったりするから、寝取られはワンちゃんあるから、全然なんか自体じゃねえよ、フライちゃんもその気になってくれるから。大陸で一番そんな強いんだ。平和なブルメシア、この彼氏と会うためにあれか、フライヤちゃんも槍を学んだというのか。で、彼氏さんも彼氏さんでエッチだよな。でも結構ガチムチネズミさんじゃん。いいよいいよ、ガチムチネズミもなかなかそそるもんがある。意外とツヤが良さそう。しかも敬語っつうか、なんかおしとやかフライヤちゃん美しすぎる。はぁ、学士フライヤちゃん。そう、このフラットレイ様を探すためになんかフライちゃんは冒険してるという話を聞きました。大丈夫か、夢の中で見たらぐったりフライちゃんに似てるぞ。どうしたフライヤ、夢の中のフライちゃんマジで言っちゃった。夢見終わったと思った、あのぐったりっていうか超瀕死になってて、今にも真相のフライちゃんがなんか旅団的な部分あるけどすげえエッチだなと思ったけど、夢の中ではマジでその余裕はなかった。フライヤー助けることしか考えてなかったから僕は。だからその男気をみんなどうか分かってほしい。お、誰か来た。こいつ女性だな、ラスボスか。あ、男なんかおめえ。クジャ、おめえのせいでマジでさ、ブルメシアの国を何してんだ。ネズミの住人がめっちゃ、住人つか獣人がめっちゃお亡くなりになって思った。ベアトリックスもろくでもねえやつってことでいいんかな。オッケーオッケー、ズドン。そうなの、まあ王様逃げたらなんとか、なんか、なんかクレイラない、なんか攻められねえか。クソゲ、結局このジョーもろくでもねえやつか。砂嵐か、次の目的このスロクレイラってとこかな。クソマジで、おめえらさ、ネズミ獣人を何そんな阻害しちゃってさ、生きて楽しいんか。ブラウンジョーも許せねえな。幻の都クレイラなら安心かな。クソケ、死んでいった、死んでいったブルメシア兵が辛くてたまんねえ。クレイラのためよ、ブルメシアのためと同じ血が流れる者たち。何ってことは、あっちもネズミがいる。あ、やばい、兵士が。大丈夫か、助けるぞ。いい、逃げろ逃げろ逃げろ、ネズミ獣人逃げろ。よし、やったぜ、間に合った。待てベアトリックス、俺だジタン。よし、フライヤーちゃんマジ頼りになるな。あ、ビビ君追いついてきた。さりげねえ、ここさりげねえよな。 BGM が、なんだこの BGM は。負け火じゃねえよな。カスキで行くぜ。行くぜ。もう名前忘れたけど。ベアトリックス城じゃなくて、ベアトリックスだっけ、ベアトリックスか。よし、ビビ君がワンチャントランスなれるから、こう食らったら。よし、ベアトリックスぶっ殺す。何ショックって。はぁ、うぅ、夢の中で見たぐったりフライヤちゃんになっちまった。ふざけやがって。で、こういうフライちゃん好きすぎて夢に出てきちゃうの、ほんと、やばい。やばい、アビタカのマジでなんだろうね、キモいかもしんねえ。あの聞いてた皆さんはアビタカキモいと思ったかもしんないけど、獣としては普通かもしんねえよこれ。うぅ、負け指説がある。で、ジタン耐えた。で、フライちゃん死んだつらいんだが、フライちゃん一回らせるか。
ジタン死ぬぞ。これ負け目じゃねえんかな。勝てる気はしねえぞ。だってハイポーションとか全部取られちゃったもん。うらっ、ビビ君トランスだ。え、1足りね、妖怪ゲージ足りねえぞ。さあどうなる。よし、トランス行くぜ。ビビ君本気を見せてやってくださいよ。あなた本気をやってやってくださいよ。血通常攻撃なんだよな、もったいねえことした。お、クリティカナイス。これ言わないと勝てるんかな。うーけど強え。な、666で何。え、ゲームオーバーになっちゃった。え、じゃあ勝てんのこれ。勝てるらしいからちょっとやってみるか。よし、ビビ君、そのまま3、あ、違う、スローだな。あ、で、竜技は竜剣だ。これでちょっと一気にいろいろ下げよう。よしよし、これでなんとか。勝てるっつうか、勝たなきゃこのイベント先進まないって考えるならもうちょっと頑張ってみるか。まあ、通常攻撃208しか食らわねえしな。いや、だいぶ食らってるけどね。ハイポーションないの辛いな。よし、まあ、とりあえず竜剣。ショック来たらさっさとあれだな。あれですよ。あれっつったらあれなんだよ。あれだ、フェニックスをじゃなくて、まあ、なんかいろいろ使おう。よし、竜技。ポーションしかない。で、フライヤーにポーション渡す。とりあえず、フライヤーちゃんは、ね、MP がある限り、あれだな。竜剣でなんとか、こう、技減らしてるの。ビビ君！ビビ君が死んでもうた。強すぎるピ。どうしようか、一旦ジャンプして自体ヘイトにするか。いって！なんかうまくジャンプとかを利用して、で、ジタンにヘイトを向けさせよう。フライちゃんが今回主戦力でいこう。ってなると作戦考えとく必要もあるかな。とりあえずフライちゃんはジャンプ。よいしょ、ジャンプして、くそ、ダメだ、ジタンが。あんまし、回復が間に合わねえ。いや、ポーションだけじゃきついけどさ、ハイポーションねえんだもん。取られた全部。全部前のパート取られたからさ、マジやることねえんだよ。だからもうやることは、だから相手の攻撃はだってポーション上回ってるからやばい。よし、やり。どうするかな。くそ、フライちゃんにいっちまった。200も食らったらもう耐えられねえって。やべえな、ちょっと全員後陣に回すか。ここでの牙はフライちゃんだ。で、ジタもうね、回復通過。ガードとかに専念しましょう。うー、ショック来た！まずい！いや、だからこれさ、この威力おかしいだろ。ダメだ。フライちゃんなんとかできねえ。もしね、レベリングの時期は来たか。フライちゃんかわせ、攻撃を一回かわせ。ライディー剣をかわせ。あ、よーし、ラッキーよー。そうだよ。フライヤーちゃんにはね、なんだっけ、サンゴの指輪で雷攻撃食らうと HP が回復するようになってるから。雷鳴剣はね、相性いいですよ、先輩。やってくれましたね。この調子でじわじわとジャンプで攻撃してって、なんとか倒せたらいいなっていう願望が。あー、イベント進んだ！おっしゃ。私、刃を向けるの100年早い。ストックブレイクと。何の技だ、今の。よし、けど、とりあえずイベント吸った。よし、フライちゃんも生きてる。オッケー。やっぱね、ぐったりしたっつうか、倒れてしまったフライちゃん。うー、フライちゃん、いやー、夢の中で見たあのフライちゃんだ。超倒れ込んでぐったりしてるフライちゃんを見てしまった。美しい。やっぱ、そそるんだよな。なるほど、ベアトリックスラスボスかな。いや、ベアトリックスラスボスになってそう。いや、ブラネジオがさ、ラスボスな気もしねえんだよ。お、ビビ君が気になるか、お前。なんだっけ。刃だっけ、名前忘れちゃった。クジャ、クジャだ、クジャ。お、このシーンもしかしたら倒れ込んでるフライちゃんが見えるんじゃないですか。ビビ君、フライちゃん見して右、お、来た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 、サムネイル候補ワンチャン。よし、あ、クジャ、こうして見ると、いや、今日なんか、女って言われると僕女って思っちゃうからな、こいつ。
いや男なんだなけど謎だな。でベビコンどうするつもりだ。あこれあれだよね、ここはあのフライちゃんのシーンですよ。なんだなんて言うんだろうね、あのオープニングシロップ置いてるとそれぞれなんかムービーの時1枚が出てくるんですけど、フライちゃんの映像がここでしたね。なるほどここだったか。もっと他のフライちゃん、おーここサムネイルワンちゃんフライちゃんのお手ってキャバユーじゃあな。あれもしててさ、彼氏さんの姿がドラゴンになっちゃった、いやけネズミがドラゴンはちょっとよくわかんないか、まあ、そんなこんなであれかスタイナーか。ブルメシアがなぁ。いや、それ怪しいと思う。なんでお前セーフだと思ってんだ。そういうこと？わかんない。こいつなんか。いや、そういうことなんか。こいつほんとピクリス好きなんか。あ、こいつ普通になんか面白いやつは、いいやつか置いといて、面白いやつではある。くそー、けフライヤーちゃん、くそ悲しいだろうな。フライヤーちゃんもっと活躍してほしいわ。というわけで、ダガイ姫寝てますね。無視されてるかと思ったら普通に寝てたね。背もたれにかからずになんかそれで寝れるって体感強すぎるだろ。しかし、ブラネ様が戦争なさるはずがない。従って姫様の思い過ごしであろう。城に戻られ、ブラネ様と話されれば解ける誤解である。いやいや、自分の任務は姫様を無事城にお連れすること。そういうことだけを考えておればよいのだ。スタイナって何？二人目の主人公的なポジションなんかな。わーい、山頂の駅だ。ありがとうなす。ああ、達者でな。なるほどね。じゃあ休憩所に行くのが目的ですね。目的じゃない、目標ですね。けどスタイナ姫、王女がそんなことするはずないって言ったけどさ、ブルメッシュはほぼ崩壊させたぞ。やべえぞ。その時スタイナは一体どういう道を選ぶんだろうな。まあ、アレクサンドルに着いただけでね、そう。スタイナは喜ぶ。姫様は箱庭だから分からんみたいな。どこだここみたいになるわな。じゃ、癒し要素、スタイナ編、あ、違う、ダガ編だわ。ダガ編いきます。というわけでね、おっそおっそ、なんだっけお前。マリちゃんだ、マリ。ねえけどまだカードゲームバトルしてねえけどな。なんか、ゆっくりとどっかでカードゲームバトルとかね、チャレンジしてみたいわ。よし、情報収集、OK。じゃあちょっと、分からん。わからん。情報収集って言っても特に何もなくね。ああ、全員喋り終わったら。あれだ、終わった。今の音は？どっかで聞いたことある声。ズラってもしかして？あの、盗賊団か？久しぶり。シナー久しぶりだな、盗賊団たち。まあ、やっぱあれか、ブランクはまだどうしようもなかったか。楽しそうでよかったっす。あっち行った方がよかったんかな。ん？あ、これスタイナーだ、絶対。ほら、スタイナー出てきた。よせ！彼ら味方よ。プルト隊隊長、よろしくお願いします。ボスはどこにいるんだ？あ、操作できる。ういっす！どうしてこんなとこに？魔の森を抜けて。いや、話してもいいよ。話す、話す。じゃあ誰と話せばいいんだよ？おめえと話せばいいんか？スタイナー、いい加減にしなさい。私だったら再会したチリと話もさせてもらえなく、ぬるぬる。ダガーさん噛んでますよ。アデルバートスタイナー、アデルバートスタイナーだ。僕、スタイナープルトかと思った。だからプルト隊って言われてるのかと思ったけど、そういうわけではなかった。
何の音だ。リンドブルム生きて、くそマジでさ、ブルメシアのエチチな国がさ滅びてるって誰が予想で滅びてるのかな。まあ最近はできるだろうけど、けどさ、エチチなさネズミ獣人がさ何匹もいや何人も死んでしまったこと、僕はすげえかわいそうだと思います。悔しい。さあスタイナ行くよ。けどちょうど実況の収録的にこの辺がちょうどいいかな。じゃあ、終わりにしますか。うん、収録が28分。まあ、いろいろカットして25分くらいかな。ちょうどいいんで、この辺で終わりにします。いやー。まあ、今日はね、このパートは、マジで。あれですわ。フライヤーちゃんの夢の話ができただけですごい満足。リスナーからしたら何の話してんだと思うけどね。僕は大変満足しました。もう最高でした。そしてフライヤーちゃんのね、またなんかいろいろなムービーが見れて嬉しい。今後もフライヤーちゃんのムービー増えてくれたら嬉しいなと思いますね。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。またね、ぜひ、次回のアビタカのね、いろんなコンテンツお会いしましょう。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあご視聴ありがとうございました。皆さん、今日もよく寝てくださいね。僕も明日頑張っていきます。これからも頑張ります。